その接種後に心筋梗塞などの、まあ、因果関係はですね不能と、因果関係の証明は不能となってますが、心筋梗塞などが疑われております。でこの西武線沿線だからちょっとお話しさせていただきますけども、西武ライオンズのデーブ大久保さん、今54歳になってらっしゃいますが、以前西武ライオンズで選手でしたよね。その西武ライオンズのデーブ大久保さんも8月に新型コロナワクチン接種2回目を行ってから、その後心筋梗塞になっていらっしゃいます。デーブ大久保さんです。あのこれツイッターで見ることができます。あのネットでも確認することができます。確かに因果関係は評価不能、因果関係にはちゃんとわからないですけども、でもこれはわからないというのが正しいんです。安全だというのはわからないんです。安全かどうかは皆さんぜひですね、そういうことをですね気をつけていただきたいというふうに思います。そしてですね、この新型コロナ騒動、ずっとこのパンデミックって言われているわけなんですけども、もうこの650日以上経って、どれくらいの人が PCR 陽性になったかと言いますと 1.37% なんですね。日本の全人口あたり 1.37%、 つまり100人に1人しかいないんです。これだけ騒いでいても100人に1人なんです。累計ですよ。そう、累計なのに100人に1人。そしてそこのメガネのお兄さんから教えていただきましたが、 PCR 陽性者は必ずしも新型コロナウイルス感染者ではないんです。 PCR はこれは新型コロナウイルスの患者ではないと。でそれはですね、昨年の12月2日参議院議員のですね審議、あの議会の中でも佐原康之審議官という方が、日本維新のですね柳瀬議員からの質問に対して答えております。皆さんぜひですね、 PCR 陽性イコール必ずしも新型コロナウイルス感染者ではないんだということをですね、ぜひ覚えて帰っていただきたいというふうに思います。でこの後ですね、この衆議院選挙、戦後最短のこの衆議院解散が行われて、最短のですねペースで衆議院選挙行われております。その理由はですね、やっぱりこの後第6波をやりたいんだと思うんですね。で PCR 検査を増やせば PCR 陽性者はもう増えるんです。これはもう分かってることなんですね。だから帰省前とかゴールデンウィーク、あと夏休みの帰省ですね、だからあのお盆前なんかにはすごく PCR 陽性者増えたじゃないですか。その時でもですね、最も多かった時8月27日で療養中の人数、無症状自宅療養含むで、その時でですね26万人いたんです。26万人。じゃあその26万人ってどれくらいの数なのかというと、日本の全人口あたりでいうと 0.2% なんです。1000人に2人しかいないんです。998人はコロナじゃないのに、1000人に2人のために緊急事態宣言をやってるんですよ。たった1000人の2人のために大変だ大変だってやってるわけですよ。皆さんぜひですね、そういうメディアの変更報道というか、まあ誘導ですね、ワクチン接種に向かわせるための誘導に乗せられずにいただきたいと思います。この後必ず第6波をやります。マイクを使った大きな声で大変失礼いたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。とにかくね、データをごまかされないように目を見開いていきましょう。本当に、最後まで今日は4日間、駆け抜けてきましたが、ついにこのね、沢口さん最後のスピーチになりますよ。皆さん、これまで多くのボランティアスタッフに守られてきて、沢口さん泣いたこともありました。いろんな思いが強すぎて、沢口さんへの思いです。沢口さんから子供に対する思いが溢れてるんです。子供を守ってください。いやー、すごい皆さんの応援演説でした。
私はどうもありがとうございます。感動しました。このような皆さんの協力を申しましてですね、今回12日間長いようであっという間でした。いやもう本当に私は大変恵まれた男だと感じております。ありがとうございます。私はこの間の東京都議選でも同じような主張をしました。子どもたちにワクチンを打たせるとどうなんだと、この危険な遺伝子ワクチンは子どもには打ってはいけないなということを主張しました。今回は同じです。子どもをなぜ政治家が守ろうとしないのか、私は許せない。政治家は国民一人一人から選ばれた信念を持っていなければいけません。国民から選ばれて国民の負託に応えるのは政治家の役目であります。国民のその選ばれた政治家が国民に対して誠意を込めて答えなくていけないでしょうか。何ですか今の政治家は。一人たりともまともな政治家、勇気のある政治家がいないという現実、この現実を踏まえて私は絶対納得できない。皆さん、こういった思いで私は衆議院選に出ました。しかし結果は問わず、まだまだ戦いが続くと思っております。ですからまた終わったといっても、明日からまた大きな戦いが始まります。絶対許せない。このような社会、このような現実は子どもたちがあまりにも不憫でなりません。この遺伝子ワクチンを遺伝子ワクチンですら説明できないこの情けない政治家たち、おかしくありませんか。最も喫緊の課題でコロナ問題、その中で最も危ないこの遺伝子ワクチンを全く正しく説明できてないこの政治家、あまりにも情けすぎます。困る。こんなことでいいのかというくらい私は怒りに燃えて、なんとか子どもたちを守らなくてはいけない。せめて最低でも子どもたちを守らなくてはいけない、その思いで何としてでも一人でも子どもたちを守らなきゃいけない。それが大事なんです。少子高齢化でどんどん子どもが減ってるのにかかわらず、これ以上子どもが減ったらどうするんですか日本は。いやもうですね、これは納得いかない。皆さんも言うことを思っていただいて、なんとか日本の子どもたちを、このような痛いけな子どもたちをですね、守るべく皆さんのますますの協力をお願いしたいと思います。今日はですね、12日間本当にありがとうございました。皆さんの大事な時代、大事な子どもたちのために命を懸けて、まだまだ戦わなきゃいけません。よろしくお願いします。